皆さんこんにちは、お久しぶりです、なおこです。今日は機内アナウンス、まあ、皆さんに結構ご好評いただいてるんで、機内アナウンスを使った英語レッスンっていうのをまたやっていきたいと思います。で、今日使うのはまたネットで適当に見つけたものなんですけど、離陸前 before takeoff の、アナウンスです。なんかね、やっぱ結構日系のエアラインとか外資でも違ったりしますし、本当に日系の中でもいろいろアナウンスってちょっとずつ違ってくるので、まあ今日は同じ前も離陸前やったと思うんですけど、ちょっと違う感じのやつを見つけてきたので、まあ挨拶って感じですね。おはようございます、今日の便はキャプテン誰々、チーフ誰々で、なんか必要なアシスタントサポート必要だと言ってくださいね。では安全デモ始まりますみたいな感じの、簡単に言えばそんな感じのアナウンスです。まあ、今日のレッスンのポイントとしては、結構今までアナウンスとか発音矯正の動画でやってきたまとめみたいな感じにはなってしまうんですけども、またちょっとフォニックスが入ってきたり、リンキングがちょっとあったり、あとはまあ基本的にまた今日も破裂音の 6個の破裂音っていうのをおさらいしながらやっていきたいと思います。P, B, T, D, K, G ですね。P, B, T, D, K, G ですね。やっていきたいと思います。なので、あともう一個、レッドとかの使えるフレーズっていうのもご紹介してるので、まあ、最後まで見ていただければ役に立つんじゃないかなと思います。あと、皆さん、YouTube の登録者、この間ライブでもちょっと言ってたんですけど、2000人ありがとうございます。今後も、またなんかリクエストとか、質問とか、まあ、感想、ご意見など何でもありましたら、知りたいのでコメント欄にコメントください。では短いものなんですけど、ちょっと今日は英語だけやっていきたいと思います。まずやってみます。で、あれです、エアラインの名前とか便名とかはすいません、ちょっと適当にやっていきます。 Good morning ladies and gentlemen, welcome on board ABC Airlines, a member of Sky Alliance flight 777 for Tokyo. The captain in command of this flight is Sato and the chief purser is Kimura. Please let us know if you need assistance and please enjoy your flight with us. We'll now show you the safety features of this aircraft. Thank you. っていう感じですごい短いものなんですけども、で、やっぱり今回もそのポイントっていうのが破裂音かなと思います。で、破裂音ってその何か6個あるんですけど、P, B, T, D, K, G ですね。P, B, T, D, K, G ってやつですね。その音を出す前に息を止めて、P, B, T, D, K, G の6つです。で、この破裂音ってやっぱ意外と、なんていうか、変な言い方すると、しっかり破裂させないと、ネイティブの発音にはなかなかやっぱ近づかないんですよね。日本人だと例えば bag っていうにも bag って言っちゃうんですね。 bag もうしっかり最初の b でこう口を b って b って音なんですけど、唇をしっかりちょっと最初しまい込んだ状態から b ってこうしっかり息を吐きながら発音 しないと bag my bag になっちゃうんですけども、しっかり発音すると my bag b b bag になるんですよ。だからしっかりそこの p b t d k g の6つの音っていうのはしっかり息を溜め込んでから破壊ちゃうしっかり吐き出しながら発音するっていうのが大事かなと思います。ということで、まあ、今日もね、その破裂音っていうのがいっぱいあるので、もう一回ちゃんとおさらいしていきたいと思います。で、その good morning っていうのも good morning って今よく言いますよね。 good afternoon, good evening, good night もそうですけども、 good time とかもそうですけども、 good ってすごい使う単語の割に、まあ日本人がちょっとあれなんですけど、まあネイティブじゃない人って結構 good ってこうあまり口をね使わずに good って言っちゃうともったいないので、やっぱり good っていうこの good、 この息をしっかり吐きながら発音してみると、ちょっとネイティブに近づく発音になるんじゃないかなと思います。なので、まあ、Good morning, ladies and gentlemen じゃなくて、Good morning, ladies and gentlemen。だから、Good morning っていうのが一番ダメですね。Good ってもう、グーって言っちゃう。グーって言っちゃう。カタカナのグーって言っちゃうのが一番良くないかなと思います。あくまでも、グっていう音なので、Good morning, good morning, good night, good evening, good afternoon。
good night とか have a good time とかっていうのもちゃんと意識していたらいいと思います。はい、もう何回も言ってる、多分同じことばっかり言ってるんですけど、やっぱ重要かなと思います。 Good morning ladies and gentlemen、 まあこれも何回もやってるんですけど、 ladies も ladies じゃなくて、しっかりこの下を前歯の上の前歯の裏につけてるところからうるるるってこのる下のスタート位置をしっかりこの前歯の裏裏るるるるladies ladies ladies っていう感じでしっかり始めていけばいいかなと思います。レディースって言わないでくださいね。あの日本のあの日本語で結構レディースメンズって言うじゃないですか。だからレディースエンジェントルメンって言っちゃう人もいるんですけども、レイ A なのでレディースの A の発音が A なのでレディースエンジェントルメンって感じです。まあ今ちょっとまあここがちょっとセンシティブなんですよね。そのアナウンスやっぱこう Good morning everyone になったり All passengers になったり、まあそのジェンダーレスなあの単語のセレクトにはなってるんですけども、まあなんかこうやっぱ Ladies and gentlemen やっぱちょっと私的には結構好きだったので、まあ今回まだねこれスクリプトも変わる前のものなのでそれでやってみました。でまあ同じこと言ってすいません。でももう一回おさらいに見てください。Welcome on board Welcome on board なんですけど、このウェルカムっていうのもやっぱりカタカナで言っちゃうとウェルカムになっちゃうんですよ。でもやっぱこの W って口を輪っかにして発音するわわわっていう音なんですよね。だからウェルカムしっかりウェルカムではなくウェルカムしっかり口をあの輪っかにするところから発音してみてください。 Welcome on board Welcome on boardメンバーも一緒ですね。メンバーの M って M の音ってフォニックするとムなんですよ。このムってこう口を紡ぎながら音を出す。だからあのまあ、さっきのジェントルメンもそうですけども、メンバーっていうのもメンバー、この口をしっかりしまい込むところからメンバーで、あの結構メンバーとか言っちゃう人もいると思うんですけど、その B の発音もしっかりさっき後にブブなんですよ。だからメンバーこれすごいですね。 MMB が入ってるんでメンバーでもなくメンバーでもなくメンバーずっと唇が何回もひっつく感じです。Member、 まあこれスカイアライアンスできそうなんですけど、 A member of Sky Alliance なので、あのそうですね、メンバーもカタカナでメンバーではなくしっかり唇をしまい込むっていうところを意識していただければやりやすいんじゃないかなと思います。 Bar Member 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 of なんとかアライアンスで、 The Captain Captain もこの Captain も The Captain ではなくクっていうっていうこの C の音ですね。さっきの破裂音の中の一つ、キャプテン、このクっていう音をしっかり、キャプテンではなくキャプテン、この最初の一瞬なんですけど、クが入るのと入らないのでは全然聞こえ方が違ってくるので、ザキャプテンではなくザキャプテンではなくザキャプ、このクキャプテンっていうこのク。野口さん、ちまる子ちゃんの野口さんみたいな笑い方、クッククッってやるじゃないですか。あれを、なんか、最初につける感じ ?The captain, cat, cat. だから、キャットとかも、よくよく使う単語なんですけど、my cat ではなく my cat。このクッっていう音が最初に入ることで、ちゃんと C の発音になるので、my cat ではなく my cat っていう風に。The captain ではなく The captain captain っていう感じになります。はい、あとは please 何回も言ってますねこれ。 please で please の P もやっぱりこれも破裂音なんですよ。だからあのしっかり please ではなくこの please ではなく please で E の時も please ってめっちゃよく使いますね。 please have a seat please come in なんでもまあ please ってよく使いますよね。 yes please please ってめっちゃ使うと思うんですけど、やっぱり please ではなくこの状態 プ, プ,
なんかスイカの種とかが間違えて口に入った時にプッて出すじゃないですか。あんな感じ。Please プッ Please です。で、しっかり Please ではなく Please ってこう横に伸ばしてください。口を。Please, please, please. Please let us know. もうレタス、let us know ってお知らせしてくださいってことなんですけども、レタスですね、ほぼ。let us って言わないでください。Please let us know って言わずに、Please let us know. もう let us、レタスですね、ほぼ。めっちゃあかん教え方やけど、もう let の t と u がもうね、リンキングして、もうその連結するので、Please let us know じゃなく、Please let us know. Letters, letters, letters. もう、レタスです。Letters. レタスではないですね。でも、ごめんなさい。Letters. Letters. もう、レタスって感じですね。Please enjoy your flight with us. Thank you. Will not, この we will の we もそうです。さっきの、口がこの状態から始まるやつですね。we ではなく、We ではなく we will now show you the safety features of this aircraft. Thank you. あと何がなんか注意点としてはこの let us know とかってすごいまあ実際私益同士ってすごいなんかイメージ的にはすごい難しいイメージがあるんですけど結構ねあの覚えとくと使いやすいと思います。最初私、カナダとかに留学した時にホームステイに、今日晩ご飯いるって聞かれて、ちょっとまだわからへん時とかに、朝とかに、I will tell you if I need dinner とか言ってたんですけど、tell you って使ったんですけど、I will let you know っていうのを結構ネイティブは使うんですよね。I will let you know お知らせするねみたいな。あなたに知らせるねみたいな感じ。で、結構 let you know とか、I will let you know。っていうのを使うのでレッドってなんか難しいイメージなんですけどレッドレッドの後につく目的をこの人にさせてあげるですよだから Let you あなたにお知らせするあなたにお知らせあなたにお知らせする Let you know で Let me know やったら知らせて私に知らせるその例えばまあLet me use the washroom. Let me use your pen. Let me do it. Let me do it. とかいうのも、Let me do it. っていうのも、私にさしてって。Let me do it. やらせて。ちょっとやるやるみたいな感じ。なので、そのレッドの後につく目的語っていうのは、させる側なので、何でもいいですけど、Let me do it. って言ったら、私にさせてっていう意味なんですけど、I will let you do it. って言ったら、あなたにさせてあげるわ。っていう感じなのでさせてあげるさせる側が真ん中目的語に入るっていう感じですよく使うのとか Let me see とか Let me think ちょっと考えさせてLet me see ちょっと考えさせて Let me think よくスピーキングテストとかでもむちゃくちゃ使えるフレーズですね Well let me think とか Well let me see ちょっとすぐに答えが出てこない時とかに使える表現ですね、フレーズですね。だから結構、って言っちゃいがちとか、もう沈黙になるって一番スピーキングテストで良くないので、まあ、そういう時も、Well, let me think. Well, let me see. Alright, let me think about it. とか、Let me think about it before I answer. とか、Let me see. Well, let me see. I've never thought about it. とか、まあ何でもいいですけど、だから Let me see. Let me think. っていうのも考えさせてっていう意味なので、そういう、まあ、フレーズっていうのもちょっと知っておくと、まあ、スピーキングテストだけじゃなくて、普通にネイティブのスピーカーと話してる時に、まあ普通に、Well, let me see. って感じで使ったりとかするので、結構その、すぐ答えるのって結構、まあ難しいじゃないですか。まあ日本語でも難しいけど、英語だと余計すぐパッとボキャブラリーが出てこなかったりとかもすると思うんで、まあそういう時に知っておくといい言葉かなと思います。はい。ということで、じゃあ最初から最後にやってみたいと思います。皆さんも一緒に言ってみてください。Good morning, ladies and gentlemen. Welcome on board ABC Airlines, a member of Sky Alliance, flight 777 for Tokyo.The captain in command of this flight is Sato, and chief purser is Kimura.
please let us know if you need assistance and please enjoy your flight with us. We'll now show you the safety features of this aircraft. Thank you. はい、という感じでいかがでしたでしょうか。まあ結構今日のはですね、今まで言ってきたことの、まあ、まとめっていう感じでもあるんですけど、やっぱり大事なことなので、まあ今日のポイントとしては破裂音とか、まあちょっとリンキングとか、あとまあレッド、刺激動詞っていうのの使い方も若干こう、まあ説明しました。はい、ということで役に立てば嬉しいです。はい、ではリクエストとか、まあ、質問とか感想とかあればコメント欄にお願いします。では今日もありがとうございました。また次のビデオで会いましょう。